昨日、北九州市消防ポンプ走法大会が開かれ市内の各消防団の代表選手が消火用の小型ポンプを使って1 0メートル先の的を落とすまでの時間や器具を扱う正確さなどを競いました消防団はさまざまな職業に就く地域の住民で構成されていて北九州市では1720人の消防団員が地域の安全を守っています 大会で参加者は日頃の訓練の成果を存分に発揮していました。